こんにちは、1日1分社長のネタ帳、本日は我を捨てるということでお話したいと思います。専門職あるいは専門家にとって、自分の専門性を磨く、これと、組織に貢献していくことで矛盾が発生する場合があります。しかし、矛盾ではありません。自分の専門性を組織と生かすのであれば、組織なくして自分の専門はありません。ですので、組織の成長段階では組織に貢献する、我を捨てる時期が発生します。もしくは、自分で独立して、自分の専門性を外で磨くということになることになります。しかし、ほとんどの場合専門家が外に出て磨くことはありません。今のあなたが自分の専門性を組織で生かしきれないとしたら、それは組織に貢献する時期なのかもしれません。一つも無駄になることはありません。一旦我を捨て組織に貢献してはいかがでしょうか。